神様ですね。錦由紀子プロに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。そしてミヤモはアイエレベーション、はい、ですね。はい。すごく信頼の置いてらっしゃる。そうですね。シャフトですよね。はい。カーボンってすごく軽いシャフトなんですけど、うんうんうん、その軽さっていうのはどうですか？自分の中でどういう風な武器になってますか？やっぱり昔はやっぱスチール使ってて、あスチールね、はい、それこそまあ重いものを一生懸命振ってたんですけど、やっぱりそこに体の負担がどうしてもあって、まあ、それもやっぱりドライバーとかと一緒なんですけど、はい、まあ、全体的にクラブの重量が軽くなったこと で、ね、やっぱりこうどうしても1年間戦うことを意識してやっていくんで、はい、すごい戦いやすくなりました。あ、なるほど。疲れがあまり出ない。はい、そうですね。柔らかくないですか？そんなに感じないですか？そうですね、そこまで感じないです。ラフなんかでもやっぱりその抜けとかその辺も全然問題なく、うん、そうですね。まあ昔からどちらかというと私結構フックボールとかドローボールを、はい、打ってたんで、昔からこのツアーとか出た時にどうしても、はい、キャリーでグリーンをキャッチするとどうしても奥のカラーまでとか行ってしまってて、やっぱり手前の上りパッドのチャンスにつけたいんですけど、それがなかなかできなかったんですよ。あ、なるほど。それが本当にこれに変えてからもうキャリーして割とビタッと止めることができる、ランがあんまり出なくなって、すごいそのマネジメント的にも計算もしやすくなりましたし、ね、なるほどね、攻めやすくなりました。自分の思った飛距離をこうピンポイントに打っていけるようになった。そうですね、はい、あ、なるほど。ボールの弾道もすごく上がってるんですよ。高くなりました。あ、なるほど。余計に止めやすいショットになってますね。はい、計算しやすくなりました。なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、これいい球ですね。さっきも144やった気がする。村場の外野はバッチリですね。はい、 OK です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。